まあ、簡単に手放すって言っても本当に私もなかなか思い入れのあるものがあったりするので、 えこの状態にして、1ヶ月ぐらい出したり入れたり出したり入れたりここからして、着てみたりとかして、この格好にこれって合うっけなとか、やっぱり気心地が悪いなとか、やっぱりスタイルよく見えないよねとか、結構1枚1枚、これはもう手放しても大丈夫ってことを確認しながらね、こんだけになってますので、後悔のないように手放していきたいというふうに思っております。 こんにちは、浜田マリコです。今日は、マリコの服の手放し方、2020年秋冬ということでやっていきたいと思います。まあ、服がやっぱり好きだから、結構買いましたね、今年も。コロナ禍でも出かけられなくても、服は欲しいと思って、服は結構買ったなという感じでございます。ですので、まあ、クローゼットに入りきれないってことでですね、まあ、処分をしようと思うんだけど、去年のその秋から冬にかけて、思いっきり、 手放してきたので、そんなにいらないものないんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとお見せしたいと思うんですけど。はい、これだけ手放すことにしました。結構あるね。いろんなファッション YouTuber さんの配信されている動画を見て、分かったこととかもね、いくつもあるので、そういうことを参考にしながら、今回も処分していこうと思います。パンツが、 こんだけボトムスであとトップスになるんですけども私はいつもセカンドストリートさんに持っていくので今回もそうしようと思っていますはいでボトムスなんですけど全部着れないことはないですし今年買ったものが1 <laughs> 今年買ったものが3つありますね手放す基準としては1サイズが合っていない小っちゃかったり大きかったりする えっとですね、メンズのパンツを今年買ったんですけど、やっぱね、サイズが合わないのはね、私は好きじゃないと思って、大きいの、なんかダメだなと思ったんで、メンズのパンツはもう二度と買わないってことを決めて、メンズのパンツは手放します。あともう一本、まあちょっとサイズがちっちゃかった。なので今年買ったやつは、そんな感じで、メンズのパンツ2本手放すのと、えー、サイズがちっちゃい。 ネットで買ったんでねもうほんと大失敗でしたけどサイズがちっちゃいっていうので手放します2シルエットが昔っぽい今,今っぽくないっていう感じかなあスタイルがよく見えないっていうのもあるのでスタイルがよく見えないものは手放しますそれとあまだあるんだこれだけじゃないですわあこれちょっともう一回履いてみないと分かんないな あのね、ローベストのものを全部手放そうと思ったんですよね。今はハイウエストが主流になってきてるので、いいパンツとかも、形がいいものとかもあるんですけど、ハイウエストがもともと好きだし、そのヒップハングとかローベストのものは、もう履きたくないと思ってるので、それを思い切って手放すことにしました。もう一度履いて確かめるっていうこともやっていて、 持ってていいくまででの期間を1ヶ月間を月ぐらい設けてるんですよこう袋に入れといてでもう一遍履いてみるっていうことを何度か繰り返してやっぱりスタイルよく見えないなとかやっぱり履き心地が悪いなとかそういうことを確かめながら手放す覚悟を決めていく感じです、まあ、いつ持っていくかっていうのをもう決めてるんでねだいたいそ,まそれまで1か月ぐらいでずっと見ていく感じですいろいろですねジーンズもあればスラックスもあれば形も。 様々ですフレアなものもあればストレートもあればボトムの手放し方をまとめると1サイズが合わないもの2形が古いものこれはローウエストかハイウエストかっていうところで今回は決めていますそして3番目にスタイルがよく見えないものいつも私自分はストレート体型ですっていうことをお伝えしてるんですけどもやっぱり ストレート体型なのにもかかわらずウェーブさんが似合うようなものやナチュラルさんが似,て似合うものを選んでることもあるのでいくら流行りでもそれはねやっぱスタイルよく見えるっていうことが私の中で一番大事だなっていうことが分かったのでそこも考えて手放しをしますでも何べんもねあの履いてみたりして確かめるのでね納得いく感じですよ でもちろん新しいの買おうっていうことも前提にあるんでね、頭の中にありますから。それで、トップス。まあなんかわさってなってますけど、今回はね、ストールを手放そうと思って、これ結構金で使ってたんだけど、まあもういいかなって、同じ形のを3つ持ってって、これはいいかなと思って手放します。で、これもね、ずっと使って これすごい上等のハラコのベルトなんですけど何年も使ってないから持ってても意味ないなと思ってこれは本当になんか上,上等ですねハラコのベルトってめっちゃすごい高かったんだけどもう使わないのであっても一緒なのでこれはさよならですさっきと同じなんですけどサイズが合わないものは手放しますねあとは 何年も着てないものとかやっぱデザインがっていうのもパンツと一緒ですねサイズが合わないそしてデザインが古いっていうのは意外にね小さいセーターとかもあるんですよねなぜかなんか頑張って私 M サイズなのに S サイズを着てた時代とかがあってなんであんなまあでもビッグシルエットも苦手なのであとそう似合わない色こういうこれ今年も本ですけどね これはえっ、ー、と似合う色でもないしサイズも大きいのでやっぱり手放そうと思ってこれはでこれはこれパジャマなのに間違ってかなんか普段着用に買っちゃってパジャマだったんだと思ってこれもこれユニクロのスウェットなんですけど手放そうかなって一応袋に入れてもういっぺん出してみて着あやっぱり着ようって思ってるものですね。 コロナになって意外に部屋着がいるっていうあそういうのないですかあとは頂き物だったりとかしたけど着ないなこれとかアクアスキュータものは上等だけどシルクだったりとか朝だったりとかもあるんですけど手入れが大変なものは思い切って手放そうっていう感じですねこれここやっぱり着るかも こうやってなんかこれ着るかもとか思いながら何度もね入れたり出したり入れたり出したりして決めていってますね。なんだかんだで着てないからなとかもあるし。これとかもお気に入りだったんですけど、もうほんと着ない。これめっちゃいいんだけどな。ほんと着ないんですよね。うん。だからなんか形がちょっと古いとかね。うん。いいんだけどな。着ないんだもんな。 いや、これ本当もったいないな。迷うものもいっぱいありますね。どうしようかな。未練があるものもあるんですよね。やっぱりね。これ本当かっこいいんだけど。でも、やっぱ着ないな。え、これもね、これ今年買ったんだけど。これはもう。誰かいるかな。 いるかないいや着ないなこれ東京で買ったんだよねはいというわけでこれだけ、えー、セカンドストリートさんに持っていこうというふうに思っておりますまさかこんなにたくさん出ると思わなかったんだけどいくつかやっぱファッション YouTuber さんの動画を見てて参考にしてたことがあるのでそれを最後にお伝えしたいと思うんですけど。 えっと、一つは、なんか、カンド劇場さんがおっしゃってたのが、その一つのもの、まあ、ボトムスならボトムスとかトップスならトップスで3、三、三つのコーディネートが組めるのかっていうことをおっしゃってたんですよね。買うときにも参考になるなと思って、このアイテム買ったら、こういう組み合わせもできる、こういう組み合わせもできる、こういう組み合わせできるっていうのが、三パターンパッと浮かばなかったら、それは、まあ、買わないっていう。で、持ってるものも、 これとこれは合うけど、他は無ないとかだったら、もうそれは手放してもいい対象になるっていうことですね。あともう一個言ってたのが、自分のスタイルを知ろうとかいうことをおっしゃってたんですよね。で、私、買わないようにしてるものがあって、一つは、ボーダーを買わないっていうことを決めてるんですよと。アニマルテイストのものを避けようっていうことを思ってます。あともう一個はね、迷彩柄を買わないっていう、この三つ。 ボーダーは買わない、アニマル側は買わない、迷彩は買わないっていうで。これ、自分の職業に関係があって、特に迷彩とかって、軍物から来てるので、やっぱ癒やしとか平和なところにいる私としては、そういうものは着ないっていうふうに決めました。持ってたんですね、たくさん、月で。まあ、見た人が私をどういうふうに見るか。私服でいつもいる以上、そういうのって、 買っっても多分着ないないと思ったんですよどう見られるかっていうことを割と大事にしてるので、えー、アニマル柄も同じ理由なんですけど明細とアニマルは買わないそういう自分のスタイルみたいなところを決めて、えー、お洋服を選ぶそれと自分のスタイルってもう一つ素材感ですね、えー、今年シャツをねだいぶ悩んだんですけど買わなかったんですよね やっぱりね、アイロンかけるのがシャツはすっごいめんどくさいと思っていてで、かけるなら丁寧にかけるんだけど、なるべくかけなくて楽なもの、そして柔らかくて着心地がいいものが好きっていうことに改めて気づいて、本当はね、パリッとしたものが似合うんですけど、シャツでも、まあこれはちょっと売っちゃうけど、こういう柔らかい素材の、しまにならない素材の、これ GU かな、ものは、 オッケーって思うようよにしましまたこれいいんだけどななんかかずっっととと着ないからちょっと手放すすことにしますその2つ、えー、1つは3つ以上コーディネートを組めるかっていうのと2つ目は自分のスタイルに合ってるかどうかっていうその神沼劇場さんがねおっしゃってたことなんであのすっごい参考になるなと思って実践をしたっていう感じです。であとはその ローウェストのものを手放そうって思ったのは、なんかミランダカーチャンネルのミランダカーちゃんが、あの、同じようなテイストでも流行っていうのは移り変わっていくので、形が変わっていくんですよ、みたいなことをおっしゃってたんですよね。で、私は特にウエスト部分はハイウエストがすごい好きなのに、ずっとに、なんか20年前ぐらいからずっとローウエストで甘んじてきたわけですよね。本当ヒップハングとか辛かった。で、ハイウエストが流行ってる今ですね。 もうローベーストのものを思いっきり詰まらしたいっていうのがあってまあ値段とかじゃなくてあとはさっき言った気持ちをさ着,こ着てて気持ちいいかっていうねところまああとは今流行ってるからと言って大きいサイズのものを買うのは私には合わないと思いました例えばメンズのパンツを買ってみるとか、えー、2サイズアップのなんか上,上着を買ってみるとかも合わなくて ジャストサイズでビッグ系に作られてるやつ、オーバー気味に作られてるものはまあいいんですけど、なんかそうじゃないものは買っちゃダメだなと思います。特にメンズをね、着るのはね、合わないと思いました、私。お家にいるのにね、メンズの T シャツ、今ここにありますけど、まあ、こういうのはね、家で着るので全然気持ちいいんでいいんですけど、これね、やっぱね、外にね、着ていきたいかって言われたら、ね、全然着ていきたくないんですよ。やっぱ外に、 張り切っって着てていいいいけるような服がいいって思いますななののでそうじゃないのは手放す、まああとは家にいるために持っとかないといけないんだなと思ったので、まあ、これもね家にいるために持っとくしこういうのも家にいるために持っとくっていう感じですよね。まあ、コロナか一段落したらまた外に出かけるだろうからこういうのいらなくなるかもしれないですけど今はね家にいる時間が長いのでどうしてもちょっと必要だなっていうことで新しく買ったりしましたね。あとはあの星場さんがおっしゃってた星場 さんてあのフォルタスタイルとか BR チャンネルとかの,あのスタイリストの星葉さんがおっしゃってたのが服装というものは権威の表れだっていうふうにおっしゃってるの私すごい響いててやっぱ誰と何をするかどこに行くかでやっぱ服装っていうのは変わるものだと思ってるのでそういう意味でややっっぱりりアニマル柄はね着なないいようにっていうにてのもあ,るありますねなんとなくそれがまあ対外的な権威につながってるような気もしています。 まあでも意外に手放すものが出てきてびっくりしたんですけど、よかったです。ポイントとして、1、サイズの合わないものを手放す。2、スタイルとか形とかが、えー、今っぽくないものは手放す。3、3つ以上コーディネート組めないものは手放す。4、自分のスタイルじゃないものは手放す。まあこの3と4は神田間劇場さんがおっしゃったことですね。 あとは、さっきも言ったみたいに、ボトムス、特になんですけど、シルエットが美しくないもの、自分のシルエットに似合ってない、太って見えるようなものは手放す。その5つかな。参考になればいいなと思います。本当にね、なかなか、あの、洋服って手放すの難しいなと思うんですけど、今回は、だから、値段が高かったからとか、お気に入りだったとか、昔よく着てたからとか、なんかそういうことは全部省いてね、考えてみました。そして新しい服をまた買っちゃいます。<laughs> はいではまた違う動画でもお会いしたいと思います今回はこれで手放してセカンドストーリートさんに持っていきたいという風うに思います浜田麻里子でした今度は新しいお洋服を買った動画を出すと思いますではまたね